皆さんこんばんは。ここからはもっとゴジスターです。ではリヨン菓子店にいる天野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この時間は、はい、先ほど本編にも出ていただいたお店の岸本さんにもお付き合いいただきます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先ほどですね、時間がなくて、パフェを詳しくお聞きできなかったので、まずちょっとパフェの紹介させていただいてもいいですか？もちろんです。気になってました。はい、そうですよね、はい、まずこちらがそのパフェなんです。本当に綺麗ですよね。美味しそう。これ桃？岸本さん、このパフェは、はい、そう、桃なんです。詳しく教えていただけます？はい、この銀の食器のですね、はい、中には、3種類、本日はフランボワーズと、桃を使ったシャーベットと、バニラビーンズのアイスクリームが入っておりまして、アイスクリームがしっかり入っています。そうです、はいはい、その上に、博宝糖という桃を一玉入っていまして、はいはいはい、中には、当店で焼いたスポンジケーキ、あとですね、この TW の紅茶を使ってますので、せっかくなのでということで、その紅茶のジュレも中に隠れております。そうなんですね。 そしてこのクリームも、クリーム、そうです、これが北海道から直送しております、本物の生クリーム、ほんの少しだけお砂糖を加えて、あ、じゃあ甘さは割と、はい、甘さほとんどなく、はい、そしてこの気になる後ろにある焼き菓子の有名な、ね、はい、人気のお店ということで、こちらは何でしょう？はい、アーモンドのチュイールでございます。はいはい、チュイールっていうのはクッキーみたいな感じですか？そうですね、薄焼きのもので、はい、すぐ割れてしまうのでなかなか難しいものなんですけれども、まあ、こちらは焼き菓子店なのでそれが実現できたという感じでございます。ということですね。もうどの角度、どの方面から見てもすごく美しいこのパフェなんですけど、いいですか、岡田さん、いただいちゃって。 もちろんダメって言っても食べるでしょそうですね言わないけどね。で、こちらの、はい、こちらのパフェもですね、このちょっと可愛らしい器にソースが、はい、入っているんですね。岸本さん、これもかければいいんですかね？そうですね、最初からかけていただいても構いませんし、はいはい、途中でこの味の変化を楽しんでいただいても構わないと思います。あ、じゃあ、はい、まあ、最初はなしでいただいた方がいいですね。はい、まずクリームの味とか召し上がっていただいて、はい、何ソースですか？クリーム、うん、これ何ソース？こちらベリーのソースで、本日はクランベリー、ブルーベリー、ラズベリーなどが入っております。わー、いいですね、はい、ベリーだったり白桃だったり、うん、紅茶のジュレもあったりっていう、こう味がちょっと予想できないんですけども、はい、はい、いただきます。どうぞこちらを、よいしょ、はい、召し上がってくださいませ。わークリームと桃からいく？中には何？クリーム、あ、気をつけてね、はい、あ、気をつけてるかな、怖い、気をつけてね、怖くて取れないです。じゃあここのサイドの子からいきます迷うよね、どっかから行こうかね、はい、あ、それ2つついてるよ、桃あ、行く、すごいね、いい食べっぷりね気持ちいいくらいだわどうですか？本当に美味しいです、本当に美味しいです。先ほどおっしゃっていたように、はい、うん、クリームが甘さ控えめで、食感がすごくこうふわっとクリーミーなんですね、うんうん、生クリームの食感もすごく優しい口当たりですよね、はい、そうですね、はい、お出しする前に、うん、立てております、1個ずつ。なるほどなるほど、こうなんか密度のある、うん、でもふわっとエアリー感もある、うん、もう言い表すのが難しいんですけど濃いのに軽い、うん、すごく美味しい生クリームなんですね。へー、ですからこう桃の味も邪魔しない、桃の甘さも引き立ててくれる、すごく全ての味が上品なんですよね。でね、この後ろにちょっとくるっと回転させますと、こちらですね、うん、こちらがアイスクリームですか？カシス、はい、カシスのシャーベット、シャーベット、シャーベットですね、シャーベット、はい、はい、下の方にシャーベットがあるので、ちょっとこちらもいただきます、そうですね、カシスと、あとちょっとね、白いアイスはバニラビーンズのものか、はい、桃のアイスも入ってます。うわ、ちょっと
アイスクリームの方もちょっとずついきましょうか。そう、ね、ちょっとカシスとこの白いアイスクリームを一緒に。いいどこをどう食べてもきっと美味しいんでしょうね。どうぞ。あー爽やかです、美味しい。これも美味しい、あのカシスのこの濃さみたいなのがギュギュッと詰まっている、すごくこう濃いアイスクリームなんですよね。美味しいです。どこを食べてもどこをいただいてもとても美味しいですね、うん、ちょっとすいません、食べてばっかりで申し訳ないんですけど、このせっかくなので焼き菓子店ですのでこちらのね、あのチュイールも最後にいただこうかな、うんうん、大丈夫、クリームとか乗せずに食べて大丈夫。あちょっとね、乗せながら本来のものをね味わうのも多分いいんでしょうけど、うん、大変失礼しました。大丈夫ですか。大変失礼しました。大丈夫ですか。でそれくらい繊細なね、繊細なものなんですね。それだけ繊細で、はい、あの技術がないと作れない薄さなんですよ、うん、見てください、うん、本当に薄いんです、うん、すみません、私の美味しさの気持ちが現れてちょっと持つ手が強くなってしまって落ちてしまったんで申し訳ございません。でもそれだけ本当に薄くて繊細で、このアーモンドの香ばしさもきちんと感じられましたね、うんうん、すごく美味しいです。クリームと一緒に食べてもいいですけど、やっぱあのクリーム乗せずにそのままいただくのがいいかもしれません。あ、これの本来のこちらの味わいが、ねいね、楽しめますからね、はい、とんでもないです。いやすごく美味しいです、うん、もうどれも本当に上品な味わいですけれども、これあの岸本さんはフランスに行ってその本場のこういったお店のものを食べてすごく研究されて、うんはい、今のお店のスイーツを作っているっていうことなんですよ、はい、結構大変でした。そうですね、もともとはそのフランスのリオでだいぶ前に勉強してきたんですけれども、今回はパリの方に、あ、リオではなくてパリに行って、この春はパリに、あ、そうなんですね。こちらのパフェもそのパリのあるお店ですごく人気のパフェをちょっとこう、そうですね、そうですね、モチーフはそのままデザインはそのまま持ってきておりまして、はい、内容はちょっとですね甘さは控えております。そうなんです、フランスのものってちょっとこう甘みが強かったりするそうなんですけど、岸本さんのセンスの光る味になっているということなんですね、うん、で先ほどちょっとだけ本編でお伝えしたんですけど、はい、このお店のインテリアとかもフランスで買い付けたもの、すごくこだわっているそうなんですよ、うんうん、詳しく教えていただけます。そうですね、フランスは基本丸テーブル、まあ、この大きさなんですけれども、はい、こちらも、フランスの現地で買い付けてまいりまして、あとこう、店内のインテリアだったりこうカトラリーですね、うんうん、はい、これは自分たちで、向こうですね、アンティークプロカントに行って買い付けてまいりました。こう器とかも、器とかもです、はい、本当にだからこう大須のこの場所で小さなフランスを本当に味わえるっていうことですね、うん、岸本さんもそれだけこう見せられるフランスってもう本当に大好きなんですね、フランスのことを。そうですね、そうですね、なんかフランスにいた方が私落ち着くところがありまして。そうなんですか。はい、そうなんですよ、はい、フランスが好きですね。きっかけは何だったんでしたっけ。そうですね、その若い時に仕事でフランス、ヨーロッパ行くことが結構ありまして、うん、なぜこのフランスのカフェと日本の喫茶店、うん、なんでこんなに違うんだろうっていうところの疑問がずっと残っていてですね、はい、まあ、それをちょっと勉強に行ったっていうところです。大きな違いってどんなところだと思いました。そうですね、日本だとやっぱりもうなんかコーヒーを飲むだけ食べに行ってるだけみたいなところがあるんですけど、向こうは店内もでお出しするものも、まあ、お料理にもこう誇りを持ってというかですね、はい、とってもそのお料理もこだわってらっしゃったりとかしたり、はい、ちゃんとサービスも黒服の人がしていただいたりっていうのもありますし、はい、昔の歴史をたどるとやはり交流の場であったり、そこから文化ができたりというところでしょうかね。そのためにこう席の間隔とかもフランスはちょっと狭めなんですよね。もっとこれより狭いんですけどね、実際フランスって、うんうん、でお隣の人同士の交流が生まれたり、
はい、そこから発想が生まれたりというところですかね。そういうフランスとの日本のカフェの違いっていうのを感じられて、はい、日本でもそういったカフェを広めていきたいっていう思いでやってらっしゃるということですね。日本の喫茶店も素敵ですけどそういう異国を感じられるカフェっていうのもまた、ね、趣が違っていいですよね。そうですね。ありがとうございます。はい、あの岸本さんすごくお話も面白くて、うん、フランスのこともいろいろ教えてくださったので岸本さんに会いに私はお店に行きたいなって思います。 ありがとうございます。いいですね。いやもう私も、はい、その岸本さんのお店ではどうなんでしょう、甘いものだけなんですか、それこそお酒とかなんかあったりするんですかね。そうですね、もうお酒はワインぐらいしか置いてないんですけれども、ただあの朝だと焼きたてのクロワッサンを使ったモーニングであったりとか、あのフランスで一番皆さん召し上がるキッシュだったり、うん、あとクロックムッシュというものも本物の向こうのチーズを使ってやっておりますので、はい、ちょっとワインとクロックムッシュなんかもいいんじゃないでしょうか。いいですね。おしゃれおしゃれです。そう、しかもあのこちらのお店でいただくのもいいですけど、例えばこういったパフェはちょっと形は変わりますけどテイクアウトとかもできるそうなので、お家でねあのこだわりの味を楽しむということもできます。パフェいいんですか、うん、テイクアウト大丈夫なんですね。パフェ、うん、パフェできます。できるみたいです、はい、ありがたい。それこそね会社が近いからちょっとね気分転換に少し足を運んで休憩してまた仕事戻るみたいな、はい、社内にで優雅にねパフェを食べていただいても、そんな岡田さんを見たいなとも思います。いやもう私はちょっと帰りによってワインをいっぱい引っ掛けて家に帰ろうかな。それもいいですよね。もちろんです、うん、そうですね、はい、もう本当にとにかくすごくおしゃれな空間ですので、うん、これからこの大須でこのフランス気分を味わえる人気店になりそうだなっていうのをすごく私も感じました。わかりました。天野さん、はい、岸本さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。皆さんもここまでご覧いただきありがとうございます。ではこのあたりで失礼します。